はい、どうも、ゆきです。今日はですね、なんと、先ほどですね、なんか、服について、なんか、服を着たらですね、なんか、もぞもぞするなと思って、手で捕まえ、見たら、なんか、雲がいたんですよ。そんで、捕まえてみました。はい。こちら、何グモか全然わかりません。はい、動画撮っても、モザイクで、わけわかりません。ここにいるじゃないですか。この黒い点みたいな。これね。ほら、動いてる動いてる。ふり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 。くもちゃん、くもちゃん。はい、ここにいますね。こちらをですね、飼育して謎です。これ何なんだろうな、これな。これ、ハエトリグモかな。ハエトリくんかな。うん。足は8本あるんで、クモには間違いないんだけど。ハエトリくんかもしれん。最近ですね、うちに、いわゆるハエトリグモって、去年まで見かけてたんですけど、今年になってから一切見ないんですよね。で、本当はいたら、捕まえて、飼育しようかなと思ってたんですけど、これがハエトリくんの子供かもしれないですね。どっかから産んで、あれしたんかも、わかりません。それも不明です。まあ、とりあえずですね、こちら。餌は、あれですね。ハエです。ちっちゃいハエを、コバエ。で、コバエの取り方なんですけど、バナナを外に放置しとけば勝手に増えるらしいので、勝手にあれするらしいので、湧くらしいんで、それを捕まえて、飼育してみたいと思います。まあ、かなりちっちゃいんでね。レッドローチを与えようにも、これ逆に捕食されますね。レッドローチ、だいたい体長これ何 ?5 ミリぐらいか。体長5ミリぐらいですかね。5ミリ。体長5ミリやな。だいたい見た感じ5ミリぐらいやな。5ミリもないか。あ、5ミリもないな。体長は、約3ミリぐらいか。だいたい見た感じやと。あ、5ミリはない。3ミリ。3ミリもないな。2ミリだな。ああ。2ミリぐらいやな。いや、下手したら2ミリもないかもしれない。体長やろ。体長、あ、2ミリはあるな。あ、2ミリ。体長2ミリ。あ、メダカの子供よがちっちゃい。ハリコよがちっちゃいですね。うん。まあ、なので、こちらをですね、外に、野外に適当に、あれを、バナナを置いといて、繁殖させる。コバエをね。いや、別に、あれでもいいらしいですね。うちの中にこうやってポイって置いといて、うちの中でもいいらしい。繁殖するらしい。繁殖っていうか、小林くんはね。まあ、絶対俺もカブトムシ飼ってるんで、間違いなくいるとは思うんですよね。うん。で、まあ、ハエトリくんの子供だったら、ま、いいかなと思うんですけど、まあ、ハエトリくんは、まあ、ハエトリグモは非常に、ゴキブリとか、あとダニとかを食べてくれるので、非常にいい存在なんで、これは活かして。まあ、この部屋に、いろいろ、いるとは思うんですけど、どこにいるかはわからん。まあ多分どっか隠れてるんだ。うん、まあ。ということでね、こちらが、何グモなのか、現時点ではほぼほぼわからない妖精ですね。まあ、2ミリなので、ちょっと判別のしようがないということで。まあ、ちょうどハエトリグモが欲しかったんで、ハエトリグモを取りに行こうかなと、野外に取りに行こうかなと思ってたんですけど、ちょうどね、ハエトリくんのような、らしき、ハエトリらしき。でも、歩くたんびに糸がピーって出るんですよ。こいつも出てたんで。間違いない。多分歩くと糸出るタイプのやつで、家にいるやつって大体ハエトリくんぐらいしかいないと思うんですけど。まあ、何ですかね。ハエトリグモもね、糸出すんですけどね、ほぼ糸はいわゆる巣は作らないタイプのやつなんですけど、まあ、家グモっていうやつで、まあ、家にいるクモで。
で、尻から常に、まあ、糸を出して動くんですけど、こう、なんか落ちた時とかに、こう、ブラーンってぶら下がるように、ブラーンってぶら下がるように、バンジージャンプみたいに、いわゆる、まあ、あれなんだろうね。非常用として出してる、常に出してる雲なんですよ。うん。なので、まあ、こちらをちょっと飼育してみようかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。